7号。え 7 号？ここが広い。ここ。そうです。これ RG と同じだね、多分。広い。はい、中山です。中森です。はい、グローブのレビューもとうとう4回目を迎えました。結構グローブ見るの楽しいね。楽しいですね。新しいグローブテンション上がりますね。はい。なんでいろんなねグローブを皆さん見たいっていうねこの前のレビューで言われてましたので、はい、いろんなねグローブを買ってきてるわけなんです。各メーカーの売り上げに貢献をしてきてるわけなんです。そうですね。あくまでも個人的見解ですので、はい、それは分かってほしいんですよね。4回目はセルス。セルスです。僕ね、セルスね、見たことなかったんですよ。とりあえずポチッとなということで買いました。今回は7号ですね。7号。え、7号？これ7号っす。え、俺9号買ったつもりだったんだけど。いや、7号っす、これ。あらあら、僕はめれないじゃないですか。これめっちゃ入れ物入れ物がほんとね。しかもなんかここポケットみたいなのがついてる。ここ、あ、ほんとだ、すごい。これ結構高かったんですよ。多分1万円超え、1万5000円とか多分するんですけど、多分おそらくこのグローブを買ったらもうグローブバッグもついてくるっていう、まあ特典的な、うん、一度で二度おいしいみたいな。あ、そうだね、ちっちゃいわグローブ。おお、ここなんか水っぽいの入ってる。ここおしゃれ、このアクアってとこ、これ水っぽいの入ってますね、これ。うん、あ、なんかでも気持ちいい、手首とか第一関節のところが塗ってあるまで塗って内容が入っていかないなと思って、第一関節よりもちょっと下ぐらいまでこう塗ってあるんで、指先は割とキュッてなってるんですけど、結構手のひらのところはゆとりがあるというか、ブカッとまではないですけど、なんかわかります？ここ浮いてるの。なんか確かにね、なんか。だからなんかここなんか広そう。親指もなんかすごく、そうですね、親指も割と広いかなって。指は先っちょまで入ってるんですけど、つけた時のグローブのフィット感とかは正直あんまり感じないですね。手のひらが多分広い作りになってるから、ピタッとくる感じのキーパーグローブではないなと思います。そうね、今僕ちょっと強引につけて、もう完全に手首とかもうなんかここら辺に来てるんですけど、中にシリコンはないです。はい。ないですね。指先は確かにフィット感があるからボールはすごい掴みやすいと思います。ああ、なるほど。はい、ずれる感じはそんな感じないですね。シリコン入ってないですけど、指先でギュッてなってるから指先がずれる感じはない。要はシリコンがいらないような感じで作ってる。そうですそうです。まあただまあここら辺はゆとりがあるなっていうだけですね。ああ、なるほどですね。親指が気になる。親指がなんか広い感じがする、やっぱ。あ、中山さんでもですか？僕でもここ浮きますもん。ここ少し半分ぐらい私余ってます。僕親指のフィット結構うるさいんですよ。親指がやっぱね、フィッティングって大事だと思うんです、僕。いや、それは確かに。で考えたらちょっとここがちょっと親指が若干ブカッとしてるかなっていう。あとはどうです？パンチングゾーンとか。ああ、柔らかいな、すんげえ。すごい柔らかくてクッション性がありそうな感じですね。曲げるところとかにここ切れ込みがこう入ってるんで曲げやすい。洒落てますね。でもなんかこう水、ほらここに、ほらここ、ほらそこはかっこいいですよね。見えます？ここ水入ってるんですよ。だって空気入ってるもん。これグリップはもしかしたら悪くないけど、これグローブ一回洗った方が綺麗になりそうだね。あ、絶対そうですね。じゃあちょっとしっかり洗ってやってみたいと思います。はい、ピッチにやってまいりました。はい、セルスですね、セルス。はい、セルスって結構ね J リーガーとかもつけてるイメージだけど、最近だいぶ少ないって感じなイメージです。僕はほとんどセルスって知りませんでした。メーカー的には知ってました？いや、すいません、知らなかったです。全然知らなかった、うん、やっぱゴールキーパーグローブってやっぱこうキーパーにとってはやっぱロマンなんよね。うん、やっぱねゴールキーパーグローブってのはこだわりで、それぐらいやっぱ愛着のあるものなんで、本当にいいものをね、自分に合うものをつけてもらいたいなと。でもうちの高校生とかではほとんど見たことない。自分が十何年コーチやってた中でほとんどつけてるのを見たことない。はい、ペタペタ感はすごいありますね。ペタペタ感すごくある。もっちりしてる。どうですか、グー握りやすさとか。グーすごい手動かしやすいです。めちゃくちゃ。切れ込みとかあるからね。そうですね。指とかのフィッティングは？指のフィッティングもまあ親指は若干広い感じしますけど。親指が広い。はい。まあでも、ここから見ても広い。なんかすげえ、うん、こう見たら分かりますけど、ここが広い。ここそうですね。これ RG と同じだね多分。広い結構もっちりしてる、しっとりな感じで。じゃあキャッチングしましょう。なんか今までやったやつのどれよりもなんかクッション性が高い気がします。ああなるほど。ドスンっていう衝撃が来ないです。トップレンジのキーパーグローブって要は高校生年代以上の人たちが強いシュートを受けても痛くないように設計されてないといけないっていうのはやっぱあると思うんで、手のひらのところがすごい浮いてくる感じがするっていうのを見たんですけども、それが逆にこうなんかいいクッションになってたりもするかなってつけてみた感じだと。どうですか？めっちゃ取りやすいです。あ、取りやすい。全然痛くない。指はずれない。入ってないけど全然ずれないです。親指は若干ずれる感じ。取りやすい。どうでしょう、セルス。今回パート4まででレビューしたじゃないですか。はいはい、のグローブの中で一番キャッチがしやすかった。おお、これ大きいですよ。衝撃吸収も一番良かったと思います。はあ、なんか気になる点とかあります？その親指、やっぱそうですね、親指ぐらいですかね。親指が若干まあそんな大幅にずれることはないですけど、中ずれしてる感じはありますね。ああなるほどね。まあ、でもちょっと若干なんかあれだね、耐久性がちょっと怪しそうな感じはしますが、基本になってるからですかね。まあ一つセルスのグローブを検討している方は参考にしてもらえたらなと思いますので、あくまでも個人的な見解ですので、よろしくお願いします。では、チャンネル登録といいねをお願いします。実際にこのボールを買った時にいいグローブあったら買いたかったんですよね。でちょっとアディダスとかナイキとかなかったんで、そこら辺のメーカーもちょっといいものがあれば買いたいと思うんで、その時一緒にレビューできたらと思います。